これにしよう。ご注文どうぞ。どうせって言うの。お決まりでしょうか。はい、ちょっとこの、はい、特製マカモーリチーズパスタ。特製マカモーリチーズパスタですね。はい、少々お待ちください。はい、そしたらですね、続いて特製マカモーリチーズパスタを作っていきたいと思うんですけど、こちら沸騰した上でですね、3分ほど時間を置きます。で、こちらごま油をですね少し使っていきたいと思うんですけど、こちらのカルパス、弱火で炒めていきます。タラタラしてんじゃねえよ。これを入れていきます。ここに先ほどのお湯を入れていきます。で、お湯を切ったこちらの麺をですね入れていきます。そうしましたらお皿によそっていきます。ちょっとカリカリ要素をですね、まあ、これが一応マカロニの代わりになるわけですね。そして先ほどのこちらの混ぜたチーズを、はい、これで特製マカモリチーズパスタの出来上がりでございます。お待たせしました。こちら特製マカモリチーズパスタでございます。じゃあいただきます。これってここの箸立てもお菓子なんですか？あ、お気づきになりましたか？ですよね。はい、こちら10円ガム。10円ガム。